アメリカ合衆国の外交政策とは、アメリカ合衆国が諸外国といかに付き合うかという基本方針のことであり、アメリカの組織、企業、個人の対応の基準を設定するものである。アメリカの影響力は15兆ドルに上る、経済、世界の約4分の1を占める GDP、世界の約43%を占める7110億ドルの国防費によって裏付けられている。 アメリカ合衆国国務省とは諸外国における外務省、国務長官とは諸外国における外務大臣のことであり、安全保障に関わる戦略の選択や国益の定義などその目標を達成する外交政策に関する究極の権限は大統領が保持しているが国家同士の外交に従事する。現在のアメリカ合衆国国務長官はマイク・ポンペオである。 公式に述べられているアメリカの外交政策の目標は国務省の外交政策議題で言及されているようにアメリカの人々や世界の共同体の人々の利益のためにより安全で民主主義的な反映した世界を作り出すことである。さらにアメリカ合衆国会外交委員会もその権限の目標のいくつかは原子力技術と原子力のハードウェアの拡散防止を 含む輸出の規制、海外におけるアメリカ企業の経済交流の促進と活動の保護、国際商品協定、国際的な教育、そして海外に渡航し、国外に居住するアメリカ市民の保護であると述べている。アメリカの外交政策と海外支援は国内外で多くの議論、賞賛と批判の対象になっている。 2010年のウィキリークスの活動がアメリカの諸外国との関係が傷つけたかどうかを尋ねられたロバート・ゲイツ元国防長官は諸外国の政府がアメリカと付き合うのは彼らが関心を抱いているからであり彼らが我々を好むからではなく彼らが我々を信頼しているからではないし我々が彼らの秘密を守ることができると信じているからでもないと述べたアメリカ合衆国憲法は 大統領の外交政策の意思決定に大きな影響を与えるが、上院は条約を批准する権能を有し、必要な場合には最高裁判所が条約を解釈する。アメリカ合衆国大統領は、アメリカ合衆国上院の役割である助言と同意を得ることを条件に、外国と条約の締結について交渉することができるが、上院議員の3分の2以上の賛成によって、 批准されなければ条約は発行しない。大統領はアメリカ軍の最高指揮官であり、したがって軍隊に対する広範な権限を有するが、戦線の布告は議会のみが発表することができ、一般の及び国防の予算もまた議会によって編成される。国務長官はアメリカの外務大臣であり、国家の外交の主要な指揮者である。国務長官と大使は、 上院の助言と同意を得て大統領によって任命される。議会は外国との商業活動を規制することもできる。独立戦争以降のアメリカの外交政策の推移に関する基本的傾向は第一次世界大戦以前に採用していた内政不干渉の原則からの転換であり、その成長によって大国となり第二次世界大戦から冷戦の終焉まで。 20世紀の世界の覇権を制した。また19世紀以降、アメリカの外交政策は国際関係において現実主義から理想主義またはウィルソン主義へと移り変わったと特徴づけることができる。アメリカの外交政策のテーマの多くは初代大統領ジョージ・ワシントンの辞任挨拶において表現されている。これらの中にはその他のことも含まれており、 誠意を持ち続けること、すべての国々に対し公平を貫くこと、すべてにおいて平和と調和を図ること、特定の国に対して土身がたい反感を持ったり、その他の国に熱烈な愛着を持ったりしないこと、いかなる地域の国とも恒久的な同盟は避けること、すべての国々との貿易を擁護することなどである。これらの方針は1790年代の連邦等の基本政策になった。 しかし、ライバルの民主共和党は1790年代、イギリスを嫌い、フランスを好み、1812年にはイギリスに対して、戦線を布告し、かつての創始国と、米英戦争を引き起こした。1778年にフランスとふつまい、同盟条約を締結した後、第二次世界大戦後の1949年に、北、大西洋条約を締結するまで、アメリカは、 高級的な同盟を締結することはなかった。歴史を通じて、その他のテーマ、鍵となる目標、姿勢、あるいはスタンスは、アメリカ合衆国大統領のドクトリンと名付けられ、様々に表現されてきた。当初はこれらは普遍的な出来事ではなかったが、第二次世界大戦の後、ほとんどの大統領はこれらを形成してきた。米英戦争や、 米政戦争のように時にはヨーロッパの大国ともつれたこともあったが、19世紀のアメリカの外交政策は外国との貿易とその範囲を着実に拡大することを目標とし、ヨーロッパの大国との戦争を回避する政策を維持してきた。国内の国境線について言うと、1803年のルイジアナバイ州によって国土は倍増し、スペインは1819年にアダムズオニス。 条約によりフロリダを譲渡した1845年にはテキサスを併合し、1848年にはメキシコとの米国戦争によってカリフォルニア、アリゾナ、ニューメキシコを獲得した。1867年にはロシア帝国からアラスカを買収し、1898年にはハワイ共和国を併合した。1898年には 米西戦争の勝利によって、キューバ、フィリピンとプエルトリコを保護国化した。短期間での帝国主義の実験は1908年に終焉を迎え、アメリカはパナマ運河とメキシコを含む南米の安定化に注意を向ける方向を変えた。20世紀は連合国と共に、アメリカも参戦し、敵を破って国際的な評判を上げた二つの世界大戦によって特徴づけられる。 ウッドロー・ウィルソン大統領の14カ条の平和原則は民主主義を普及させ戦争を終わらせるために軍国主義と戦うという彼の理想主義的なウィルソン主義から発展したものである。それは帝政ドイツの急戦と1919 19年のパリ講和会議の根拠になった。その結果であるベルサイユ条約は ヨーロッパの連合国による懲罰と領土確定において満足のいく合意が得られず、アメリカはこれらに反対する国々と個別に講和を結んだ。アメリカはウィルソン大統領の提案によって創設された国際連盟に上院の反対もあって加盟しなかった。1920年代、アメリカは独自の路線を取り、ワシントン軍縮会議による海軍の軍縮と同図案によって、 ドイツ経済を再生させることに成功した。ニューヨークは世界の金融の中心となったが、1929年の株価の下落は大暴落につながり、世界経済を大強行に叩き落とした。アメリカの貿易政策は、共和党が支持する高い完全政策と民主党が支持する自由貿易政策によっていたが、1930年代は輸出の あらゆる部門がとても低いレベルにあった。アメリカは1932年から1938年にかけて孤立主義的な政策を採用していたが、フランクリン・ルーズベルト大統領はナチスドイツや大日本帝国と戦う連合国を強く支援する、要方向性を大きく変えた。国内における激しい論争の末、民主主義の増兵症になることを、 国家の政策として決め、アメリカ人の兵士を送ることなく、連合王国に経済的、軍事的支援を行った。ルイズベルトは、世界のどこにおいても謳歌されなければならない四つの基本的な自由について述べた。これらは、欠乏からの自由、恐怖からの自由とともに言論と表現の自由と、すべての個人が、それぞれの方法で神を礼拝する自由が含まれていた。ルイズベルトは、 ウィンストン・チャーチル英国首相との大西洋会談で潜在的な連合国との戦後世界の建設構想について討議をした。その中には先の国際連盟の失敗を教訓として後の国際連合につながる特筆すべき点が含まれていた。アメリカの政策は日本に圧力をかけて日中戦争において中国大陸から日本陸軍を撤退させ、また 日本がソ連を攻撃するのを阻止させることだった。しかし、1941年12月、日本海軍はハワイの真珠湾攻撃をし、アメリカは日本、ドイツ、イタリアといった通軸国との戦争に突入した。第一次世界大戦では連合国に資金を貸与したが、アメリカはレンドリースポーによって500億ドルを供与した。イギリスのウィンストン・チャーチル首相。 ソ連のヨシフ・スターリン共産党書記長と緊密に行動し、ルーズベルトは日本に対してアジア、太平洋戦線に、そしてイタリアとドイツに対し来たアフリカ戦線に、そしてついにフランス、イタリアと共に西部戦線、ヨーロッパ戦線にも軍隊を派遣した。アメリカの経済は前進し、産業生産は倍増し、膨大な量の航空機、感染、 戦車などの軍需品と、そしてついに、原子爆弾を創造し、日本の降伏、ポツダム宣言受託直前になって、広島市と長崎市において、非戦闘員、民間人に対する核攻撃を行った。アメリカの戦争への努力の多くは、日本とドイツの都市を廃墟にした、戦略爆撃機の生産に費やされた。戦争が勝利に終わると、アメリカは、 ハリー・エスト・ルーマン大統領によるマーシャル・プラント・トリューマン・ドクトリンという鍵となる政策とともに世界に大きな影響力を持つ国に浮上し支配する植民地を所有しない経済大国になった。しかし、ほとんどすぐに世界は冷戦を通じて片方はアメリカがリードする資本主義、自由主義陣営の西側諸国、もう片方はソ連によって導かれる社会主義、 共産主義陣営の東側諸国という二つの陣営に分裂していくのを目撃した。しかし、この状況は非同盟運動の創設によっても導かれていた。イデオロギーの闘争によって特徴づけられる、この時代はほぼ20世紀が終焉に向かうまで続いた。ソ連の覇権主義、傍聴主義を抑える、封じ込め政策が採用され、朝鮮戦争やベトナム戦争といった、 多数の代理戦争が繰り広げられ、様々な結果を残した。1991年、70年間続いたソ連は崩壊して国家が分裂し、冷戦は恐れられていた熱戦への発展、第三次世界大戦を経験することなく終焉した。これにより、新しい挑戦がアメリカの政策立案者に立ちはだかった。アメリカの外交政策は、 今でも自由貿易への関与、国益の保護、人権への関心によって特徴を付けられる。21世紀に突入し、アメリカは依然として国際社会に強い影響力を維持しているが、経済の視点から見ると、ブリックスと呼ばれる中国やインド、ロシア、ブラジルといった新興国、そして新たに統合して成立された欧州連合などの台頭により陰りが見えつつある。 気候変動や核不拡散、核テロリズムの恐怖など、持続可能性の問題の問題も残っている。外交政策アナリストで、アメリカ合衆国大統領自席補佐官のモナサトフェンとニナハチギアンは、著書、ザ・ネクスト、アメリカン・センチュリーにおいて、これら6つの王はすべて安定性、テロ予防、貿易の面で、同様の利害を持っていると提言し、もし、これらの国々が協力すれば、 これからの数十年で平和的な成長と繁栄を享受できるだろうと説いている。アメリカでは3つのタイプの条約に関する法律がある。多数の国は3つ存在する国際法の協定の種類の中で条約を最上位に位置づけている。大多数の国において条約は国内法を優越する。それゆえ条約の義務と国内法が抵触する場合、通常、 条約が優先される。アメリカの政治では他の大多数の国とは対照的に3種類の協定は別々に考慮される。さらにアメリカでは条約は連邦法に組み入れられる。その結果議会はその後条約を改正あるいは廃止することができる。国際法の観点から違反があると思われる場合でも合意に基づいた条約の義務は無効にすることができる。 1900年のパケットハバナ号の最高裁判決や1950年代後半のリード対コバート事件の判決1986年にガルシアミーヤ対ミーズ事件に対して下級裁判所が下した判決はこの理解を確認させたさらに2011年の時点ではこの権限は行使されたことはないが最高裁はそれが憲法に違反すると宣言し 無効にすることによって、自らが条約を裁定する権限があると宣言した。条約法に関するウィーン条約について、米国務省は、ウィーン条約は制定された法律を表しているという立場をとっている。一般的に、アメリカ政府が条約に署名するとき、それは拘束力を有する。しかし、リード対コバート事件では、アメリカ政府は、 いかなる条約の条文にも手続き差し止めの通告を付け加えることができるとの判決が下され、そのためアメリカ政府は条約を受け入れることを留保するが、もし条約が憲法に違反していることが分かった場合には、アメリカ政府の署名は越権行為であるとみなされるため、アメリカ政府は法的に条約を受け入れることができない。アメリカの同盟国を示した地図、NATO 加盟国と その植民地及び海外領土。主な非 NATO 同盟国及び台湾。NATO と平和のためのパートナーシップを署名した国。アメリカは世界最大の軍事同盟である北大西洋条約機構の創設メンバー国である。28カ国の同盟国の中には、カナダと NATO の第2の軍事大国イギリスも含まれ、数多くのヨーロッパの国々によって構成される。 NATO の条文に基づき、NATO 加盟国が外国によって攻撃された場合、アメリカは防衛する義務がある。NATO は北アメリカとヨーロッパ地域内に限定されたものである。1989年、アメリカは5カ国を非 NATO 主要同盟国を指定したが、その数は増加し、1990年代後半から2001年9月11日発生のアメリカ同時多発テロ事件を経て、 現在14カ国に上る。これらの国々は、アメリカと軍事的同盟あるいは経済的な提携など、ユニークな関係を築いている。2009年4月1日、バラク・オバマ米大統領とミシェル・オバマ米大統領夫人をバッキンガム宮殿に招待し、歓迎する、映像エリザベス2世。アメリカの外交政策において、 イギリスとの同盟は世界で最も重要な二国間関係であり、両国間で実施される合同軍事演習とホワイトハウスとダウニングが移住番地の政治的に緊密な関係はそれを裏付けている。アメリカとイギリスは他の世界の多くの国々と緊密な関係を維持している一方で、軍事的な計画の立案における協力のレベルや軍事作戦、核兵器の技術、 情報活動における情報の共有は20世紀と21世紀を通じて他の大国と比べて類を見ないものであると表現される。アメリカとイギリスは海外直接投資において世界最大の提携関係を共有している。2002年、アメリカのイギリスに対する投資は2554億ドルに達し、イギリスの台米直接投資は 合計2833億ドルになった。2009年2月、カナダのスティーブン・ハーパー首相とオバマ大統領はオタワで会談した。カナダとアメリカの二国間関係は両国にとって根源的に重要。カナダの貿易額の約75%から85%はアメリカとのものであり、カナダはアメリカの最大の貿易相手国であり、最大の石油供給国である。 両国間には紛争もあるが、関係は緊密であり、両国は世界で最も長い無防備な国境線を共有していることで知られる。国境線は米英戦争後に非武装化され、小さな小ゼリ合いはともかく平和を維持している。軍事的な協力は第二次世界大戦中から始まり、冷戦を通して二国間及び多国間の関係は NATO を通じて継続された。 アメリカとカナダの間には1850年代に緊密な絆が生まれ10倍の人口と経済規模を持つ隣国によって文化的に圧倒されるのではないかというカナダ人の恐怖は続いているが貿易と移民は行われている。両国の経済は1994年のメキシコも含む北米自由貿易協定の発行によってますます融合した。アメリカはメキシコと ユニークな、またしばしば複雑な関係を共有している。軍事衝突の歴史は1830年代のテキサス革命、1840年代の米国戦争、1910年代のアメリカによる侵攻まで遡る。重要な条約にはガズデン購入が含まれ、またカナダと共に多国間の北米自由貿易協定を締結している。近年の主な課題は、 不法移民であり、ついでアメリカからの銃の販売、アメリカへの麻薬の密売、そして激しさを増す南部国境付近の麻薬戦争である。ワシントンでオバマ大統領と会話するオーストラリアのケビン・ラッド首相。アメリカのオーストラリアとの関係は非常に緊密であり、ヒラリー・クリントン国務長官はアメリカにとってオーストラリアほど良い友人は世界に他にはいないと述べた。 関係は太平洋安全保障条約と米国自由貿易協定によって形となって表された。両国は共に以前はイギリスの植民地であったことや19世紀のオーストラリアのゴールドラッシュに多数のアメリカ人が集結したことなどの歴史を共有している。事実、第二次世界大戦では関係は戦略レベルで顕著になり、日本との太平洋戦争において、 両国は極めて緊密に行動し、ダグラス・マッカーサー元帥は連合国軍最高司令官としてオーストラリアから対日戦の指揮を取り、彼の命令のもとオーストラリアの軍と物資に影響を与えた。この頃、オーストラリアとアメリカの間で高いレベルでの文化的な交流が活発に行われ、戦争の過程で100万人を超えるアメリカの軍人がオーストラリアに移動した。 20世紀の後半を通じて、関係は発展を続け、現在、政府、自治体及び軍事を含め強い関係を築いており、東、アジア、太平洋担当国務次官補を務めるカート・キャンベルは、この10年で、オーストラリアは、アメリカの最も緊密な同盟国の一つに浮上した、と述べた。2016年、民主党のバラク・オバマ大統領は、 オーストラリアに入国を求めていた1250人のアジア系難民の受け入れることを表明したが、直後の2016年アメリカが衆国大統領選挙により、難民の受け入れに否定的な共和党のドナルド・トランプ大統領が誕生。2017年1月に行われた米、豪首脳電話会談では、オバマ政権時代の取り決めを迫るマルコム・ターンブル、豪首相に対しトランプ大統領が激怒。 両国関係が冷却化するきっかけとなった。アメリカが派遣する駐在オーストラリア大使は2016年9月以降1年半あまり空席のままとなり、冷めた米合関係を象徴する措置となっていたが2018年2月11日アメリカはハリー・ビー・ハリス・ジュニアを大使に指名することを発表している。アメリカには大中東地域において7つの ひな党主要同盟国が存在する。これらの同盟国は、サウジアラビア、エジプト、ヨルダン、イスラエル、クウェート、パキスタン、そして、モロッコである。イスラエルとエジプトは、最も多く海外援助を受け取る国であり、2010年において、それぞれ27億5000万ドルと17億5000万ドルである。アメリカはイラク戦争後のイラク復興のため、インフラの再整備と軍備のために、 数十億ドルを投資した。トルコはインシル陸空軍基地を提供しており、約90発の B61 核爆弾が配置されている。カタールを含む他の同盟国には3500人のアメリカ軍兵士が基地に待機しており、またアメリカ海軍がバーレーン海軍支援活動を維持しているバーレーンには中央海軍と第5艦隊の基地がある。 アメリカはアフガニスタンでの戦争の支援の要請と共に対テロ戦争を戦うためパキスタンとヒナ同盟を築いている。江戸時代末期マシューシーペリー帝徳は1852年から1854年にかけて艦隊を率いて黒船来航により日本を訪問し、ここに日米関係がスタートを迎えた。アメリカ合衆国政府は日本に貿易の開始、 すなわち鎖国していた江戸幕府政権下の日本。明治時代、日露戦争では1905年のポーツマス、講和条約の締結に際して、共和党、セオドア・ルーズベルト大統領が、その圧戦を担い、交戦した両国の仲介役を果たした。また、日本政府は、アメリカとの不平等条約を改正するべく小村、ジュタローやムツムネミツラが尽力し、 日本側の完全自主権の完全回復を実現させた1911年の日米通商公開条約の締結に成功させる。さらに第一次世界大戦では共に連合国の一員として参戦し、その後のパリ講和会議にも参加、シベリア出兵も行った。1921年12月、アメリカは自国が主導し、イギリスとフランスも交えて、 日本との4カ国条約締結に至らせる。昭和時代になると、満州事変異後の満州での利権、シナ事変異後の中国政策をめぐり、両国間の溝は深まっていった。1936年12月には、ワシントン海軍軍縮条約が執行し、1939年7月に、アメリカ政府は、日本政府に対し日米通商公開条約の廃棄を通告。 1940年1月に執行し、日米間が無条約状態になる。1940年9月から1941年7月にかけ、日本軍のフランス領インドシナ親中がなされ、1940年9月には、英仏と交戦状態にあったナチスドイツとイタリア王国との間で、日独区三国同盟が締結され、アメリカの対日外交は強硬政策へ傾倒する。 その後、1941年4月から同年11月にかけて、第2次、第3次、この絵内閣、東条内閣の日本政府との国交調整交渉に対応する。やがて、アメリカのコーデルハル国務長官による、ハルノートを日本政府は、最後通帳と捉え日米交渉は決立し、1941年12月上旬に日本海軍がハワイ、 真珠湾攻撃を観光し、民主党フランクリン・ルーズベルト大統領は、議会で対日戦線布告演説を行い、日米は開戦に突入する。アメリカは第二次世界大戦において1945年8月6日に、広島市と同年8月9日に、長崎市に原子爆弾を投下したが、このような核兵器による軍事攻撃は歴史上他に例がない。 1945年9月2日、米、ミズーリ間で日本側全権代表にアメリカを中心とした連合国への降伏文書に調印させ、日本政府にポツダム宣言を受諾させ、その履行のためにダグラス・マッカーサー率いる連合国軍最高司令官総司令部による日本での間接占領統治の中核を成して日本軍の武装解除、解体は数年にわたり、 影響を与え、警察予備隊を創設させるなど事実上日本の再軍備を容認したものの、部隊中流の継続により軍事面の大半はアメリカ軍にとって代替され、管理下に置かれた。1952年4月28日のサンフランシスココア条約発行により、沖縄県のみ1972年5月15日に日本に返還されるまで引き続き、 米国の統治下に置かれたものの、日米間の国交は正式に復活した。それ以降の関係は、冷戦期、ポスト冷戦期から現在に至って良好である。日米安全保障条約を締結して以後、アメリカは日本を最も緊密な同盟国の一つであると認識しており、日野主要同盟国及びな党のグローバルパートナーでもある。日本には、 アメリカ海軍第7艦隊の母港、横須賀海軍施設を含む複数の在日米軍基地がある。アメリカ軍は自衛隊との日米合同軍事演習を実施しており、アメリカはしばしば安全保障と指揮の作戦演習に予備の艦船を提供している。韓国とアメリカの関係は1945年にアメリカ軍が朝鮮半島のうち、 北緯38度線以南に進駐し、大韓民国として、新米、資本主義政権を樹立し、連合軍の支援を受けて、国連軍を組織し、親ソ連、共産主義陣営の北朝鮮と中国を相手に、朝鮮戦争での戦闘をしていた時期と比べて、最も進展している。アメリカの大規模な援助によって、韓国は、経済の素早い成長と、民主化と現代化を遂げた。 アメリカへの依存は劇的に減少した。米韓相互防衛条約により、韓国には多数のアメリカ軍が駐留している。2009年のロンドン G20 サミットにおいて、アメリカのオバマ大統領は韓国を、アメリカの最も緊密な同盟国の一つであり、最も偉大な友人の一人であると述べた。韓国とアメリカは、米韓自由貿易協定を締結し、2012年に、 発行した。アメリカと中華人民共和国との関係は複雑である。関税や通貨例と台湾問題など部分的に合意に至っていない面もあるが、両国間の貿易量は非常に大きく政治的に良好な関係を必要としている。アメリカ政府は中国の人権問題を批判している。台湾とアメリカは公式な外交関係を樹立しておらず、 もはや国務省は正式な主権国家として承認してはいないが、米国在台湾協会として知られる、事実上の大使館を通じて、非公式の外交関係を築いており、台湾関係法を制定するなど、アジアの強力な同盟国であり、アメリカの支持者であると考えられている。東南アジア諸国連合はアメリカにとって経済及び戦略地政学双方の面から見て、重要なパートナーである。 アセアンの戦略地政学的な重要性は、加盟国が所在する位置の戦略的意味合い、大規模な国際貿易において通過する地域的水路、アセアン加盟国とアメリカが共有する同盟と連携を含む多くの要因からなる。2009年、この地域の平和と安定を維持し、また加盟国との信用を醸成し、基盤を築くすることを目指して、 アメリカはアセアンとの友好協力条約に署名した。アメリカとアセアン諸国間の貿易の流れはしっかりとしたものになり、また増加している。2002年以降、アセアンの対米輸出は40%増加し、アメリカの対アセアン輸出は62%増加した。インドネシアインドネシアは、アセアン最大の加盟国として、組織の発展のために活発な そして重要な役割を果たしている。アメリカにとってインドネシアはテロリズムや民主主義などのいくつかの課題と向き合い、またインドネシアは世界最大のイスラム教徒の人口を持つため、宗教的多様性の観点からもアメリカがイスラム世界とどう向き合うかを予想し、処理するためには重要である。アメリカは東南アジアにおける潜在的な同盟国としてインドネシアに注目している。 アメリカのオバマ大統領は彼の印象的なインドネシア訪問の際、開発途上国が民主主義と多様性をいかに受け入れるかの一例としてインドネシアを掲げた。マレーシア、ミャンマー、フィリピン、アメリカは1898年から1946年までフィリピンを統治していた。米西戦争を終わらせた1898年のパリ条約により、スペイン政府はアメリカに フィリピンを譲渡した。1946年7月4日に締結されたマニラ条約によって、アメリカはついにフィリピンの独立を承認した。歴史家が指摘し、国家主義者が要求した1964年8月4日まで、7月4日は、フィリピンにとって独立記念日であるとみなされていたが、ディオスダド・マカパガル大統領は、共和国法4166号に署名し、 6月12日が国家の独立記念日に指定された。1951年8月、米非相互防衛条約を締結。2003年、アメリカはフィリピンを日納主要同盟国に指定した。タイタイとアメリカは共に、かつての東南アジア条約機構の加盟国であり、今でも緊密な同盟国である。2003年、アメリカはタイを日納主要同盟国に指定した。 ベトナム1955年から1975年までアメリカはベトナム戦争を戦った。1995年、ビル・クリントン大統領はベトナムと公式に国交を正常化すると発表した。現在、アメリカはベトナムを潜在的、戦略的な同盟国であるとみなしている。アメリカの東ヨーロッパの関係は冷戦の遺産としての影響を受けている。 1991年のソ連の崩壊により、かつてのソ連に属していた旧東側陣営のヨーロッパ諸国は民主主義政治と資本主義経済に徐々に移行していった。多数の国が欧州連合と NATO に加盟して、西側世界と経済的な結びつきを強化し、北、大西洋条約機構を通じてアメリカの軍事的庇護を享受している。国際連合安全保障理事会は、 コソボの独立宣言の問題について、いまだに意見が分裂したままである。2008年2月17日、コソボは独立を宣言したが、セルビアは反対した。5つの常任理事国は拒否権の行使において、アメリカとイギリス、そしてフランスは独立宣言を承認したが、中国は懸念を表明し、ロシアはそれが違法であるとみなした。2008年2月19日、 ブッシュ大統領は、コソボは独立宣言において、すべての民族的背景を持つ市民のための自由と、寛容と正義を含む最高基準の民主主義を表明したと述べた。NATO に見られるように、アメリカとヨーロッパの関係は、他国間の枠組みのもとで構築される傾向にあるが、アメリカとアジアの関係は、アメリカと当事国がお互いに直接付き合うことがないようにするため、二国間関係の 一貫に基づいて行われる傾向にある。2009年5月30日、シャングリラ会合において、ロバート・ M ・ゲイツ国防長官は、アジア諸国に対して、アセアンやエーペックなど地域における、特定の目的のための調整を行うことができる、他の他国間の枠組みを創設し、育成するよう促した。しかしながら、2011年、ゲイツ長官はアメリカは、多国間の協力のために、 必要不可欠な国としての役割を果たさなければならないと語った。アメリカは現在、消費量の約40%の石油を生産している。アメリカの石油消費量は増加傾向を継続している一方で、石油の生産は減少し続けており、この傾向は悪化し続けるかもしれない。アメリカのジョージ・ W ブッシュ元大統領は、石油を輸入に依存している状況について、 国家の安全保障にとって有料すべき問題であると明確に位置づけた。世界の石油埋蔵量の3分の2はペルシャ湾で見つかっていると思われている。第二次世界大戦以降、アメリカにとってペルシャ湾地域はその距離的問題にもかかわらず、国家の利害にとって最も重要な地域であると宣言されている。現代の軍事において石油は最も重要なものであり、 アメリカは当時の世界において最も石油を生産していた国であり、同盟国の軍隊が利用する石油のほとんどを供給していた。アメリカの戦略家の多くは戦争によってアメリカの石油の供給が危険なほどに減産することを懸念しており、彼らは最大の石油供給国であるサウジアラビアの王室と良い関係を築こうとしてきた。冷戦の間、 ペルシャ湾地域はアメリカにとって死活的に重要である地域であるとみなされ続けていた。冷戦中のアメリカ合衆国大統領の3つのドクトリン、トルーマンドクトリン、アイゼンハワードクトリンとニクソンドクトリンはアメリカがペルシャ湾地域の国益を守るために必要な場合には軍事力を行使することを述べたカータードクトリンを形成する役割を果たした。 1981年10月、カーターの後継者であるロナルド・レーガン大統領は、イラン・イラク戦争の勃発によって、安全保障が危機にさらされたサウジアラビアを守るためにはアメリカが介入することも辞さないことを宣言したときに、いわゆるカーター・ドクトリンから導かれる、レーガンの帰結呼ばれるものを宣言することによって、政策をさらに推し進めた。 カーター・ドクトリンとレーガン・コロラリーの実現は2003年のイラク戦争の勃発を招いた原因であると分析家もいる。カナダのエネルギー輸出のほとんどすべてはアメリカ向けのものであり、アメリカのエネルギー輸入の最大相手国である。アメリカにとってカナダは一貫して最大の石油輸入相手国であり、アメリカ最大の天然ガスと電力の供給国である。2007年、アメリカは サブサハラアフリカの輸出額の28.4%を占める最大相手国であった。アメリカのこの地域からの輸入の81%は石油製品である。対外援助は国務省の国際関連予算の核となる構成要素であり、アメリカの外交政策にとって必要不可欠な手段であると思われている。軍事的でない対外援助には4つの主なカテゴリーがある。 二国間開発援助、アメリカの政治と安全保障に寄与することを目的と、する経済援助、人道支援、多国間経済貢献によるものである。絶対的なドル換算では、アメリカはメキシコを除く最大の国際援助、共有国であるが、国内総収入に占める割合では、その割合はわずか0.2%であり、スウェーデンの1.04%やイギリスの0.52%、 などと比較するとずっと少なかった。国際開発庁は2国間で行われる経済援助の大半を扱っており、財務省は多国間援助のほとんどを扱う。アメリカは絶対的なドル換算では最大の共有国であるが、開発貢献指数で見ると実際には22カ国中17位に過ぎない。CDI はその方針に基づき、 開発途上国へ影響を与えている22カ国の最も豊かな国々を順位付けたものである。アメリカの援助を構成する要素には、援助を行う国が、経済の規模に対して、援助の総額が少ない場合、紐付き援助の割合が大きい場合や、部分的紐付き援助の場合、相対的に貧しくなく、比較的非民主的な政府には大規模な援助は、与えられない。アメリカは、 多くの戦争や軍事介入を行ってきた。またアメリカは世界中に膨大な数の軍事基地を持っている。近年、アメリカはその軍事的優位性によって唯一の超大国となったことを利用し多くの戦争を率いてきた。もっとも最近では2003年3月地球規模のテロとの戦いの一環としてイラク戦争を戦った。アメリカの軍事援助は 数多くの異なる手段を用いて行われる。2001年、アメリカは対外軍事援助とコロンビア計画として計上された予算において約45億ドルを費やし、そのうち20億ドルはイスラエルに、13億ドルはエジプトに、そしてコロンビアには10億ドルが使われた。9.11以降、パキスタンは直接軍事援助として約115億ドルを受け取った。 フォックスニュースによると2004年の時点においてアメリカは130カ国以上において700カ所以上の基地を所有している。2010年のアメリカの対外軍事援助と支援の推定額は以下の通りである。1983年3月23日、アメリカのロナルド・レーガン大統領によって、後にスター・ウォーズになぞらえられた大陸間弾道ミサイルからアメリカを守るために、 地上途中に基地を配備するシステムを利用した戦略防衛構想が提案された。構想は以前の相互拡張破壊の攻撃ドクトリンではなく戦略的な防衛に焦点を当てたものだった。それが完全に開発され配備されることはなかったが SDI の研究と技術は現在のミサイル防衛システムの一部の基礎になった。2007年2月アメリカは 地上配備型ミッドコースミサイル防衛システムの建設について、ポーランドとチェコとの交渉を公式に開始した。記者の報告によると、ポーランドではミサイル迎撃基地の建設を受け入れたが、チェコ政府はミサイル防衛のレーダーの配備に合意したが67%のチェコ人はそれに同意しなかった。ロシアはもし、アメリカがポーランドとチェコで行おうとしている。 迎撃ミサイルとレーダーの配備計画を中止しなければ、ロシアと NATO の国境付近に短距離弾道ミサイルを配備すると脅迫した。2007年4月、ウラジーミル・プーチン大統領はもし、アメリカが中央ヨーロッパにミサイル防衛システムを配備すれば、新しい冷戦が始まると警告した。プーチンはまた、ロシアはアメリカと1987年に締結した。 中距離核戦力全廃条約で約束した義務を放棄する準備ができているとも語った。2008年10月14日、アメリカとポーランドはミサイル防衛システムをポーランドに導入し、チェコには追跡システムを配備することを発表した。ロシアのドミトリー・ロゴジン、アメリカでは歴史上大統領が介入を正当化するために民主主義を利用してきたという批判がある。アメリカは イランやグアテマラ、他の国において民主的に選出された政権を転覆させたという批判もある。研究者はアメリカが民主主義の輸出のために歴史的にどれだけ成功を収めてきたかを解明しようとしてきた。アメリカの外国での民主主義を奨励しようとする試みに対して悲観的な研究者もいる。最近まで学者は アメリカの民主主義を輸出しようとする試みを取るに足らず、しばしば逆効果を招き、たまにしか成功しないという国際関係論の教授で、あるエイブラハムローエンサルの意見に同意してきた。アメリカの介入は様々な結果を招いてきたことを見出した研究者もいる。ハーマンとケグレーは介入が民主主義を改善したと主張している。アメリカの介入は、 民主主義を輸出していないという意見ポール W ドレイク教授はアメリカはまず1912年から1932年にかけて介入によってラテンアメリカ諸国に民主主義を輸出しようとしたと主張しているドレイク教授によればこれは矛盾したものだったというなぜなら国際法は介入を他国の政治体制の状態の問題を変更しようと する目的で行われる独善的な干渉と定義しているからである。研究は民主主義は国内的な状態の自発的な発展を必要とし強制的に導入することはできないため民主主義を擁護しようとする試みは失敗に終わると提言している。いわゆる民主主義を構成する者には同意できないところがある。ドレークはアメリカの指導者が時に民主主義を 選挙制度を持つ国家という協議の意味で定義している、主張している。ドレークはより広い意味での理解が必要であると提案している。さらに、いわゆる反乱を構成するものにも同意できないところがある。ドレークは国務省がいかなる類型の反乱、いわゆる革命と呼ばれるものや、そしていくつかの独裁に対する反乱の事例さえ承認しないことを見た。 歴史学者のウォルターラ・フィーバーは、18世紀、世界の指導的地位にある革新的な国家だったわ、20世紀には、現状を維持する指導的保護者になったと述べている。メスキータとダウンズは、1945年から2004年に、かけて、アメリカの介入は35回にも上り、唯一コロンビアでのケースにおいてのみ、介入から10年以内に、民主主義を完全に育て上げ、 安定させることができたと結論づけた。サミア・アミン・ペイは開発途上国が国家を建設しようとするとき、アメリカの介入後、大抵4年から6年かかることが分かったと主張している。ペイは、世界各地の生態の研究のデータに基づき、大抵、アメリカの介入の努力が、本当の民主主義を生み出すことはなく、ほとんどのケースで10年後にはより権威主義的な政府が、 現れたというメスキーカとダウンズの意見に同意した。ジョシュア・ムラブシク教授は第二次世界大戦後のアメリカによる数軸国の占領と民主化は重要だったと主張しているが、アメリカは第三世界において民主主義を奨励するのに失敗し、アメリカの軍事的占領は民主国家を建設するための十分条件ではなかったと主張している。アメリカの軍事的費用安定化の鍵であり、 民主主義体制への移行を擁護するのに重要だったと思われているが、以前の数軸国であったイタリアの民主主義の成功例は国民一人当たりの高い収入のおかげであると思われている。スティーブン・クラズナーは富と民主主義には関係があることに同意し、彼がロサンゼルスタイムズに寄稿した研究の分析によれば一人当たりの収入が6000ドルだった時は 民主主義を達成することができ、そのような国がかつての先制政治に回帰する可能性はほとんどないという。アメリカの介入は様々な結果を残したという意見ジョンツアーはフリーダムハウスのデータをもとに1973年から2005年までに行われたアメリカの介入について228のケースについて調査した。大多数を占めた96のケースにおいて 介入はその国の民主主義に対して何の変化ももたらさなかった。69のケースにおいて介入によってその国の民主主義は後退した。残りの63のケースではその国はより民主主義的になった。アメリカの介入は民主主義を効率よく輸出しているという意見ハーマンとケグレーはアメリカの軍事介入がそれらの国における民主主義を守り擁護し、 自由を増大させたことを見出した。ペンシニーは、プシェボルスキを引用しながら、介入後に生み出された、民主主義は、民主主義というよりは、先制政治に近いものだったと主張した。いくつかの民主主義は、民主主義というよりは何か他のものであり、選挙によって選ばれた政権でない限り、民主主義であると見なせる政権は何もない。それゆえ、ペンシニーは、ハーマンと、ケグレーの研究から、 アメリカの介入が抑圧的で権威主義的な政府を減らし、または本当の民主主義のみを生み出したかどうかを知ることは難しいと結論付けた。ペンシニーは20世紀、アメリカは93回行った軍事介入で、そのうち33回において民主主義を輸出しようと試みた述べた。ペンシニーは軍事介入後、新自由主義的だった政策に、 民主主義上の肯定的な影響を与えた主張した。アメリカの外交政策には、アメリカに対立する外国の政府を転覆しようとする、秘密の活動も含まれる。1953年、CIA は、イギリス政府と共に活動し、イランの油田を国有化し、アングロペルシャン石油会社の権益を脅かしていた、モハンマド・モサテク首相が率いる、繁栄的なイラン政府に対して、 軍事クーデターを起こすことを格索した。当初、アメリカの外交政策において人権が含まれたことは、物議をかもした。理由の一つとしては、人権はもともと行政である、外交上の政策において取り扱われていたのではなく、1970年代に行われ始めたように、議会において取り上げられていたことが挙げられる。ベトナム戦争後、アメリカの外交政策の雰囲気は、 ニクソン政権下の共和党の外交政策を批判し、フレーザー委員会を率いていたドナルド・ m フレーザー上院議員によって強奪され、伝統的なアメリカ人の価値観から離れていったと感じられるようになっていた。1970年代初頭議会はベトナム戦争を終結させることを決め、戦争権限法を通過させた。外交政策の多面的な要素に対する議会の 自己主張の一環として人権への関心は外交政策の形成過程において立法府と行政府の間で戦場となった。デイビッド・フォーサイスは議会が初期にその考え方を外交政策に反映させようとしたものとして次の3つの特徴的な事例を指摘する。1977年の国際財政援助法の小説において国際財政機構を通じて 支援を行うためには、その国の政府が一貫して人権の侵害に関与していないと国際的に認識されていない限り支援を行わないことを確認した。1961年に制定され、1984年に修正された対外援助法の116節のある部分では、一貫して人権の侵害に関与していると国際的に認識されている国家の政府に対しては、 いかなる支援も提供されないことが明記された。1961年に制定され、1978年に修正された対外援助法の502バイト説では、一貫して人権の侵害に関与していると国際的に認識されている国家の政府に対してはいかなる安全保障上の支援も提供されないことが明記された。これらの方法は議会によって繰り返し利用され、 アメリカの外交政策に対して人権への関心を与えることに成功した。顕著な例としては、エルサルバドル、ニカラグア、グアテマラと南アフリカ共和国がある。ニクソン政権からレーガン政権にかけて、冷戦においてアメリカの利害に関わる同盟国は地域的な安定を必要としていると議会は主張した。議会の要求とは反対に、アメリカは 抑圧的な政権とは距離を置くことを好んだ。アメリカの外交政策において人権問題への関心の集まりは多くの前進を遂げたが現実的にはその二国間関係によって厳しく制限されまた政治的に適切であるかまたは実現可能な場合のみ有効だった。冷戦の終結によって人権の保護は平和維持活動と平和創造活動への発展へと 劇的な変化を遂げた。また、最近のリビアに対する介入ではいかに遠くまでアメリカがやってきたかを示したのに対し、シリアにおける情勢はいかに多くの地が未だに残されているかを示しているのかもしれない。アメリカの外交政策は、コカインやヘロイン、覚醒剤、大麻を含む違法な麻薬の輸入を規制しようとする政府の努力の影響を受けている。これは、 アメリカの麻薬戦争の焦点になっている、ラテンアメリカにおいて特に当てはまる。これらの努力は少なくとも、アメリカと中国が、アヘンの貿易を禁止する協定を締結した1880年まで遡る。一世紀以上を経て、外交関係受験法は大統領に、主な麻薬輸送国、または違法麻薬生産国を指定するよう、要求している。二千五年の時点では、 バハマ、ボリビア、ブラジル、ビルマ、コロンビア、ドミニカ共和国、エクアドル、グアテマラ、ハイチ、インド、ジャマイカ、ラオス、メキシコ、ナイジェリア、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルーとベネズエラが指定されていた。これらの国のうちの2つ、ミャンマーとベネズエラは過去12ヶ月においてアメリカがそれらの国々と国際的な麻薬撲滅のための合意の義務への参加に、 固執して合意に至ることに失敗したと考えられている。2005年のリストではアフガニスタンと中国、ベトナムは指定されておらず、カナダもまた MDMA の生産に関わる犯罪組織が増えており、国境付近でカナダで生産された大麻の大規模な取引が行われている証拠があるにも関わらず黙認されていた。アメリカはオランダがアメリカへ向けた MDMA の 生産と流通に成功していると信じている。左翼の側からはアメリカが左翼政権を軽視していることやイスラエルを支持していることに対する批判がある。アメリカは人権を侵害し国際法を踏みにじっていると批判する者も,もいる。アメリカの大統領は民主主義を海外への軍事介入の正当化に利用しているという批判もある。アメリカはイランやグアテマラ他の国において 民主的に選出された政権を転覆させたという批判もある。研究者はアメリカが民主主義の輸出のために歴史的にどれだけ成功を収めてきたかを解明しようとしてきた。アメリカの外国での民主主義を奨励しようとする試みに対して悲観的な研究者もいる。最近まで学者はアメリカの民主主義を輸出しようとする試みを取るに足らず、しばしば逆効果を招き、 たまにしか成功しないという国際関係論の教授で、あるエイブラハム・ローエン・サルの意見に同意してきた。他の研究者は、アメリカの介入は様々な結果を残してきたことを見出した。ハーマンとケグレーは、介入が民主主義を改善したことを見出した。冷戦期の共産主義に対抗する独裁政権への支援について、それらは、より悪辣な共産主義、または、 原理主義的な独裁と比較して必要あるであるとみなされていた。デイビッド・シュミッツによればこの政策はアメリカの利害に貢献していないという。独裁者を甘やかす現実主義的な政策は長い間海外の人々の間で反発を招いていたが友好的な独裁政権は政治的中枢の改革と破壊に抵抗した。多くの民主主義国は NATO、アンザース、 日米安保条約、米韓相互防衛条約や避難党同盟など自発的にアメリカとの軍事的絆を築いた。アメリカとそれらの国との軍事的同盟によるアメリカの防衛への貢献はアメリカの軍事費の削減を可能にした。これはそれらの国々よりもアメリカが平和的でないという間違った印象を与えているかもしれない。民主的平和論に則っ,った研究は一般的に アメリカを含む民主主義国同士の戦争は起こらないことを見出した。民主主義政権に対するクーデターへのアメリカの支援はいくつかあったが、例えばスペンサー・アール・ワートはその説明の一部において認識が正しいか否かに関かかわらず、これらの国々が共産主義独裁政権に転向していったと主張している。また、重要なことは体制の変更における、 アメリカ政府機関の役割はほとんどなく時に指導者を選出する際に誤った方向へ導いたり完全に履行できなかったりしたということである。経験主義的な研究者はアメリカを含め民主主義は独裁政権と比較して市民を殺戮することがずっと少なかったことを見出した。メディアのアメリカの人権侵害に関する報道は変更しているのかもしれない。研究者は ニューヨークタイムズの世界における人権侵害の報道が他の国での人権侵害に関する報道がほとんどないのに対してアメリカが関与している国々での人権侵害の報道が圧倒的に多いことを明らかなことを見出した。例えば最近起こった最も血なまぐさい戦争では8つの国が関与し数百万人の市民殺戮が行われた第二次ンゴ戦争はメディアに ほとんど完全に無視された。ニーアル・ファーガソンはアメリカの支持を受けている国がアメリカの人権侵害を非難するのは誤りであると主張している。彼は冷戦期のグアテマラがアメリカが支持する最悪な政権であったことは大体認めていた。しかしながらアメリカはグアテマラ内戦で20万人の死者を出したことの非難を受け入れられない。アメリカの情報活動監視委員会によれば そのような違反行為により、アメリカは長い間軍事援助を削減し、1993年、アメリカはクーデター支援を停止し、安全保障上の支援を改善するための現在、アメリカは民主主義国家は、アメリカの最大の国益であると述べている。国務省によれば、民主主義は、他のすべてを安全にするのに役立つ国益にかなう、ものであり、 民主主義的に統治された国家は、平和を維持し、侵略を抑止し、市場を拡大し、経済発展を擁護し、アメリカ市民を保護し、国際的なテロリズムや犯罪と戦い、人権と労働者の権利を支持し、人道上の罪と難民の発生を回避し、地球環境を改善し、人間の健康を守るためによりふさわしいという。アメリカのウィル・クリントン元大統領によれば、 究極的に我々の安全を守り、恒久的な平和を築くための最善の戦略は、あらゆるところで民主主義の発展を支援することであり、民主主義国家はお互いを攻撃しないという。国務省は民主主義はビジネスの視点から見ても良いと言及している。政治改革を歓迎する国家は、ビジネスの生産性を改善する、経済改革を追求するためによりふさわしい。 それゆえ、ロナルド・レーガン大統領の1980年代中盤以降、政治改革を受け入れない国と比較して、開発途上の民主主義国家への対外直接投資は増加傾向にある。2010年に起きた外交伝文流出事件は、テロリズムの影はアメリカの世界との対外関係を未だに影響を与えていると提言している。アメリカはいくつかの手段を通じて、 民主主義と人権を支持する政策を公式に維持している。これらの手段の例としては以下のものが挙げられる。ありがとうございます。